ばんは。こんばんは。8月すいません、緊張しちゃった。こんばんは。8月20日火曜日ののびおびを担当します、北川ゆりです。のびおび初登場です。よろしくお願いします。結構緊張してるんですけど頑張ります。はい、頑張ります。はじめましての方もいらっしゃると思うので自己紹介をまずはさせていただきたいと思います。名前は北川ゆりです。2001年8月8日生まれで、この間18歳になりました。高校3年生です。アメリカ生まれです。ニックネームはゆりちゃんなんですけど、最近4期の子とか結構ゆりゆりって呼ばれます。そうですね、趣味は休日はぼーっとして過ごすのが多いです。空を見たり絵を描いたりするのが好きです。あとは写真撮ったり、あとは何かな、お散歩したりします。英語で自己紹介できる？じゃあちょっとしてみます。 Hi, my name is Yui Tagawa and I'm 18 years old. って感じです。そうですね、ちょっと今暑いのでお散歩は暑いですね。うん、すごい。こんにちは。すいません、なんか好きな食べ物はトマトです。あとは髪は切ってないです。好きな色は白が好きです。あと薄い水色とかでも黄色とかピンクとかも好きです。うん、なんか洋服は結構秋っぽい。今日暑いからもう先取ります。自分の好きな髪型は、なんかあんまりこれくらいの長さ以外やったことなくて、でもやってみたい。いろんなちょっと伸ばしたりもしてみたいけど、似
似合うかな、ちょっとわかんないですね。うん、こんな感じか、わかんないけど。今行ってみたいところは、どこかな。景色が綺麗なところでも、日本のって行ったことないところに行ってみたいです。なんかこれ私花柄だと思って買ったんですけど、なんかいや花柄だと思って、でもクマみたいな柄だな、なんか花柄なのにクマみたいな柄で可愛いな、じゃあクマ柄だと思って着ようって思って買ったんですけど、そしたらなんかよく見たら一個一個に顔が描いてあって、多分本当にクマ柄だったんです。だからなんか願えば叶うんだなって思いました。ありがとうございます。襟もついてて、なんか私ないものねだりがすごい好きで、曲としてそのミュージックビデオがこう ブルーレイ DVD に入っているので、それをぜひ私は何回も見たいと思います。なんか私が中3高1みたいな頃だったんですけど、すごいたくさんずっと聴いてて、そう本当にいい曲なんです。うん、ミュージックビデオも素敵だし、なんか結構大変だったんですけど、その時いろいろなんか人間関係とかでも、なんかすごい何回も聴いてすごい救われてました。ずっと聴いてました。よし、2人ずつでお届けします。はい、リカちゃんとね、ゆりちゃんとね、同じ日だもんね。そうだよね、しかもあれだよね、お誕生日が1日、そうかきちゃんとね、ゆりちゃん同じで、私が9日だからね。でもさ、ゆりアメリカ生まれだから、うんうん、多分時差で、あ、リカちゃんと一緒かもしれない。そうなんだ。そう、じゃあすごい、私絶対言おうと思ってた、カッキーとさ、私をつなぐゆりちゃんだ、ね、そうなの、時空をね、こうつないでるカキちゃんがすごい、その3人ってなんか面白いね。確かに、なんかやりたいね、うん、みんな3人で、なんだろう、時をかける3人みたいな、お、面白い、時を結ぶ3人、あ、面白いね、面白いね、そう、パーカー可愛いよね、これ、フードもあって、あ、見て、なんかあれみたいなね、雨願うやつ、あ、晴れ晴れ、あ、晴れ、なんだっけ、テレテレ坊主か、あ、そっちか、雪だるまっぽくもあるよね、確かに、かわいい、今の時期、雪だるま、この色も素敵なので、ねえ、かわいいよね、ねえ、ここ、みんなで、みんな落ち着いちゃうよ、みんなでワイワイ祭りしましょう、ワイワイ祭りしましょう、ね、ワイワイ祭り、ちょっと同期のお話しません、うん、うん、何がいいかな、すごい、もうこうやって軌道修正してくれます。いいね。すごい修正してくれたり。そんなことね、すごいスムーズだったよね。ね。今。すごいスムーズ。はい、楽しいね。ゆりちゃんの
全然もうなんか安全運転で申し訳ない。ありがたい、シートベルトつけてないから。それは法律が大変だよ。なんでそんな。そう、あとなんかさ、なんか2人があのスキッツでさ、あのゆりが小島よしおさんやって、で2人がやってたじゃん。その時になんか話した思い出ある。ゆりちゃんなんかすごい膝がガクガクしてるよって。ああ、すごい震えてたんだよね。なんか膝なんか。ここで乃木曜選手権の特別版鬼滅対抗乃木曜選手権をやりたいと思います。ありがとう。いつもと違って鬼滅で他の木のメンバーと争います。私なんだ、なんか加入前松村さんこう乃木坂のファンしてる時に松村さん推しメンでずっと可愛いって見てたんですけど、こう入ってからなんかその可愛さはこうもちろんそのまま、いや近くで見たらそれ以上なんですけど、それにこうなんだろう、なんだろうな、かっこよさみたいな、こう何に対してもなんだこう真面目に真剣になんか取り組んでらして、その姿がすごいかっこよくて憧れで、工事中の時とかもこう私がうまく話せてなくてもこうそれをフォローして入ってきてくださったり、なんかそういうところが本当にすごいなと思います。なんだろう、もう明日で卒業で、すごい寂しいから今日思い出とか話そうかなってちょっと思うんですけど、なんかまだコロナウイルスが流行る前に全国握手会があったじゃないですか。こういろんなところに行かせていただいて、その時になんか休憩時間とかがあって、で私なんかその時一人でいること多かったので一人でいて、そしたら松村さんがこうなんかご飯食べながらこう自分のご飯を持ってきて話しに来てくださったんです、私のいた机に。それでなんかゆり学校でいじめられてないとか、なんかすごいなんだろうな、優しくこうお話してくださって、なんかその時が初めてなんかこうしっかりすごいがっつりお話させていただいてた時だったんですけど、なんかそういうことをなんか心配してくださったのが私はなんかすごい嬉しくて、あとなんか他にもそういうなんかこうなんだ深い話とかじゃなくても、なんか例えばなんかこう首からぶら下げるなんかカバンみたいのを、私なんかいろんな手に持ったものなくしやすいので、そういうのでこうなくさないように管理してた時期があって、その時になんかそれどこで買ったのとか聞いてくれたり、なんか洋服がすごいピンクだった日とかに、今日なんか全身ピンクやなみたいな、なんかそういう風に声かけてくださったり、細かい変化とかにもすごい気づいてくださって、すごいこういろんなところを見てくださってる方なんだなってすごい感動したし、それをこう声かけてくださるっていうのが私はすごい嬉しかったので、温かい先輩だなって思ってました。可愛いだけじゃなくて、可愛さはもちろんすごい、もう笑顔とか一回でもこう見られたらもうドキッてしちゃう可愛い笑顔に加えて、そのなんだかっこよさとか優しさとか温かさとかいろんな魅力が本当に詰まってて、それを今日は伝えたいなと思ってました。せっかく前日に乃木曜をやらせていただく機会をいただけたので、そういうところが大好きっていうのを言いたいなって思ってました。それでは今日のお相手は北川ゆりでした。北川ゆりでした。さようなら、ありがとうございました。バイバイ。バイバイってなかなか言わないかも。バイバイ。ちょっとテンション上がっちゃった。またね。バイバイ、ありがとうございました。